管理職輸入関西の中村です。この間大阪の都構想、都構想言うたらあかんです、大阪市をなくして廃止をして4つの新しい行政区を特別区を作ると、これに対して失敗工藤さんの要するに動画ですね、結構長かったんですけど見てみっていうことで見ました。で今先ほど見たとこです。でいろいろおっしゃってることはね、それなりにあまり今論戦やられてない角度からあるんで、なかなか面白いし、まあ、聞かかったら見え張った方がいいん違いかなと思います。で何を言うてるかというと、一番は要するに使用なくして、特別区作るいうこと、いろいろ無駄がめちゃめちゃ生じるということと利権が絡むと、それを、まあ、維新の会の今の市長知事両を取ってますけども、それと議員さんも結構大阪市の中でも多いわけです、まあ、そういう角度から見ると利権をの権利、まあ、権力的にですね、そういう利権をいろいろ調整したり活用したり運用したりするね、そういうのを持つと。で大阪をなくす、行政が特別区を作るっていうことにことのにおいてですね、仮に11月1日賛成になったらどないなるか言ったら、大阪の市役所は機能がなくなるわけですから、風に大きく移管するのと、あとは各特別区ごとにするわけです。で区は首長が区長になるのかな、で区議会議員を今度選ぶことになるから、大阪市は市役所は、まあ、議事堂議会は使えますけども、建物としては風に移動したり、まあ府の出先相手、まあ、使うこととかね、いろいろそういう移動を含めてね、無駄というか改動したりないしなか、まあいうふうになりますけど、それ以外のね行政区、今の大阪市内のいろんな区は議会議事をする議会がないです。だからないから、それを箱物を作らなかで、大阪市の職員がなくなるわけですから、名刺も変えなあかんとか言うてはりましたけどね、それとかいろんな書式様式、書類提出する様式とか、それから大阪市が今やってるシステムですね、パソコンなり使ったシステムも全部作り変えなきゃ、それの補修を次どうするかというのを、例えば5年間ぐらいでですね、実際にスタートするまでに、まあ、相当そんな無駄なことをいっぱいやらなきゃ、そういう資金どれぐらいかかるかということも明らかになってないというようなことをおっしゃってました。で、まあ、そういう角度よく見とかないと、結局それは皆さん方から集めたね税金使うわけですから、そういう無駄が生じる。でその無駄をどういうふうに、実際建物を作るとしたらね、一つの4つの区の一つは、まあ大阪市役所使うんやと思います。それ以外は議事堂を作ったり、だ土地どうするか、建物をどうするか、そこの中のいろいろ拡大するとしたら設備どうするか、でシステム変えたらシステムの維持管理どうするか、まあ、こういうような問題がいろいろ生じます。でそこにはうちにまあ、仕事をやってる人は回ってくるんちゃうか、でその決定を、まあ、維新の政治なんかがやるわけですから、その間に利権が相当絡む、まあ、そういうふうにやってくれたら儲かるっていう人は賛成する、違いますかというふうに言うてありました。で、まあそんなことを言ってはりました。でもう一つはね、目新しいのを思うと二重行政言うてるけども、維新が言うてるのはそのごまかしやと、分かりやすく言えるで、行政いうのは縦割り行政という言い方とたらい回し行政とか、一つの問題、彼はね高圧の中ボンベのね話されてましたけど、ボンベで言えばボンベの耐久力の問題とはいろいろ消防関係に、関係があるらしいです。であとは安全衛生の問題、あるいは
どこが管轄するかという意味で言えば3つぐらいのね、高圧ボンベの問題に関してはあると。経産省と厚労省とそれから消防省は自治庁管轄というで、まあ、3つの行政で規制をしたり罰則を決めたりしてるけど、ようわからんことがになってしまう場合ね、まあ、そういうのをあっちこっち回すのをたらい回し行政言うらしいですけど、まあそういう問題として見なあかんと。単に二重行政いうのは公安局がどやとかいうのは大阪と、大阪も市もありますし府もあります。でそれは重なるところがあってあるんやから、まあある意味では調整したりする、そういう意味の問題であって、別に、今の市があって府があって、公安の問題とかが重なるとしても、それは十分調整できることで、無駄とかね、利権の問題から言うと、いう問題との二重行政批判ね、二重行政があるから問題やという捉え方はちょっと違うん違うかというようなことを言うてはりました。まあそういう意味でなかなか30分ぐらいですんで、なんだったら角度の違うね、一応大阪の人じゃないですけども、今回の大阪市をなくして特別区4つ作るというのに関しては反対やと、おかしいんちゃうかという角度から言うてはりました。で、あとちょっと物申すって書いたんですけど、今日は私なるほど観点のね、違う点からの意見で非常にいいなと思いました。物申す点は、なら今回の市をなくすという意味で言えば、市役所の人がどうなるか、そこで、まあ、働いてる、まあ、トップクラスはいいですけど、いろんな日常サービスしてる、行政サービスしてる、仕事してる人がどうなるんか言ったら、簡単に言えばなくなってしまえば、府に行く人と、それから特別区に行く人と、まあ、ある意味ではこの際維新の人たちが言うですよ、二重行政なくすためにリストラも消化とかいうようなことを考える可能性ありますんで、その意味で言えばそこで働く人たちがどうなるのかっていうのは大きな労働組合をねやってる私としては関心事です。で言われたように無駄そして利権、こういう問題の角度からもね十分見つめてほしいし、前の時ちょっと話したけど、今現在大阪市は8500億ぐらいの収入あります。でそれの2000億ぐらいスタート時点で風に持っていかれる。でそやけどそれから先どうなるわからんという話もしましたんで、まあ、その辺十分考えていただいてね、今回のこの問題いろんな角度から反対派の意見も結構分かりやすかったと思うので、ぜひ、この失敗行動さんの意見にも見ていただいたらと思います。まあ、そういう点で今日ちょっと30分、今先ほど見ただけのあれでちょっとコメントしゃべれで言われまして不十分かも分かりませんけど、まあ、そういう点でご紹介させていただきました。以上でございます。